うつ病の9つの症状と診断の基準。うつ病の人と正常な人を比較し、うつ病の症状を分かりやすく解説します。動画の後半では医師が診察でどのようなことを見ているのか、診断のポイントを解説します。1. 疲労感。はあ、体が重い。動きたくない。支度しよ。 2. 抑うつ。会社行きたくないな。化粧めんどくさい。休みたい。お昼何食べようかな。期間限定の人参カツ丼食べたいな。あ、電車で新曲聴こ。うつ状態になると疲労感がつきまとい、常に心と体が重たく感じます。 3. 興味喜びがない。先輩、今度新作のゲームが発売されるらしいんですよ。また一緒にやりませんか。いや、大丈夫。最近ゲーム興味ないから。初めの頃はゲームの話で盛り上がったのにな。絶対に嫌われた。謝らないといけないけどできない。以前は好きだったことが楽しめなくなり、周囲のことに関心を持てなくなります。4. 焦燥。この資料のここの部分、今年のデータに直しといて。あと社内メールの文面確認して一斉送信しといて。それからこの書類なんだけど、もうちょっといい感じにならない？ああ、ついでにこれとあれと、それと あれも。あ、これもあった。あ、待って、もっとある。はい、資料とデータと、あとメールと、なんだっけ、優先順位はどれから。頭が働かない。これは今日中に終わらない量だ。5. 思考力、集中力減退、決断できない。何からやればいいんだろう。どうしたらいいんだろう。前はこんなことなかったのに。よし、他の人に手伝ってもらおう。とりあえずお昼ご飯たくさん食べてこよ。うつ病の初期は過剰に頑張りすぎてしまいます。しかしだんだん無理が出てうまくいかないことが増えていきます。頭は働かなくなり、気持ちばかりが焦るだけで何もできない、空回りをしているような状態です。 6. 無価値感、在籍感。仕事全然うまくできなかった。会社の一番のお荷物だな私。急いで帰ってゲームしよ。お先に失礼します。プロジェクトがうまくいかないのは私のせいだ。最近体調も悪いし、よくない病気だったらどうしよう。早死にするのかな。私がこんなんじゃ親に迷惑かけちゃう。もっとお金稼いで親孝行しないと。もしかしたらうちにはたくさんの借金があるかもしれない。もしもし、カメよ、カメさんよ、世界のうちでお前ほど可愛いやつはいないぜ。ふー、あー、すっきり。うつ状態になると自分には罪があり、それを償わなくてはならないと感じます。何かを犠牲にしたら状況が良くなると思い込んでいることもあります。 7. 体重減少。あれ、体重減ってる。まあダイエットしなくても痩せられてよかった。うわ、
お昼食べすぎた。人参カツ丼か人参カレー、どっちかにしとけばよかった。8、不眠。頭が冴えて眠れない。どうしよう。時には体重が減ったり眠れないなどの症状が出ることがあります。逆に食べ過ぎたり眠り過ぎたりする人もいます。死に関する反復的思考、起死燃料。明日も会社か、しんどい、行きたくない、でも行かなきゃ。なんか頭の中がいっぱいで脳みそが溶けそう。こんな生活がずっと続くのかな。死にたい。死んだら楽になれるのかな。このように様々な特徴のあるうつ病ですが、診察では特に次の3点を気をつけています。その1、矛盾感。悲しいのに感情が動かない。世界で一番価値がない。よく考えると矛盾した状態を同時に抱えています。その2、静止。話しかけてもぎこちないやりとりになったり、本人は焦って動いているのに頭の中は止まっているような様子が見られます。その3、妄想の有無。妄想とは周囲に訂正されてもなかなか頭から離れない思い込みのことです。うつ病になると自分はみんなに嫌われている、お金がなくて死ぬしかないなど現実的ではない考えにとらわれることがあります。このような本人の状態、さらに年齢などの要素を総合的に見て診断をしています。体が重い、動きたくない。ララ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 ンラランランラランランラランラの、あれ、もしかして私って普通じゃない。うつ状態を経験したことがある人は10人に1人と言われています。うつ病かもと思ったら自分も周囲も正しい知識を得ることが大切。よくわからないのに涙が出たら受診の目安です。最後までご視聴ありがとうございました。毎日精神医学に関する動画を投稿しております。もしですね、この動画伸びたらですね、またアニメ第2弾第3弾やろうと思ってますので、拡散のほどよろしくお願いします。ではまた。